新年明けましておめでとうございます。ニンニク中毒のゆみチャンネルでございます。いやー、あっという間に2023年になってしまいましたね。皆様お正月ゆっくり過ごせましたか？むしろゆっくりしすぎて正月ボケとかなってませんか？大丈夫ですか？かくゆう僕もね、年末年始もうここ何年、いやもしかしたら成人してから一番ゆっくりできたかもしれません。なのでね、ちょっと新年一発目の動画アップするのが遅くなってしまいましたけど、ここからエンジン全開でいきますよー。というわけでね、今日1月6日に動画上がってると思うんですが、去年の忘年会ライブで言ったんですけど、新年会ライブ開催しようと思います。というわけでね、早速新年会ライブの日時発表しようと思います。ゆみチャンネル新年会ライブ1月10日の20時から開催しようと思います。やっぱりね、新年会やらないと新年が始まらないぞということで、まあ、忘年会に引き続きね、また皆さんでお酒でも飲みながらワイワイやりましょう。実はね、ライブでやることはもう決めてあるので、そうだな、まあ、明日か明後日ぐらいにリマインダーあげとこうかな。コミュニティの方でね、またお知らせしますので、ぜひそちらの方ご覧ください。さて、ちょっと長くなってしまいましたけども、2023年一発目の動画、早速行ってみましょう。ニンニク中毒ゆみチャンネルのゆみです。突然ですが皆さん、からよしご存知でしょうか？からよしはガストやバーミヤンで有名なスカイラークグループの唐揚げ専門店なんですが、そのからよしからなんとあのメニューが復活しました。あ、それがこちら、じゃじゃーん、ガリマヨ丼。はい、というわけでね、からよしといえば唐揚げ専門店なので、もちろん唐揚げがすごく美味しいんですが、その唐揚げになんとガリマヨがぶっかかってるガリマヨ丼が復活しました。というのも、こちらのガリマヨ丼、今年の7月ぐらいに発売されまして、一時ね姿を消したんですが、今月また復活ということで、まあちょっとの間なかっただけなんで、なんか復活っていうほど復活なのかなって感じはするんですけど、まあまあまあ、そう硬いこと言わずにね、せっかく復活したんだから食べるしかないでしょう。いや、実はね、僕その7月に発売された時にちょっとね、タイミングを逃して食べれてなかったので、いやこれね、復活してくれてね、マジでマンモスルピー。見てわかる通りね、がっつりガリマヨかかってて、さらにね、ガリマヨの上にフライドガーリックもね、かかってるんですよ。これは期待しかないでしょう。というわけで、早速食べていきましょう。ゆみチャンネル。それじゃあ、テイクアウトしてきてね、ちょっと冷めちゃったんで、レンチンしてから食べていこうと思います。はい、レンチンしてきました。もうね、ガーリックのいい匂いが立ち込めてますよ。それでは、いただきます。それじゃあまずこの端っこからいきましょうかね。おー、うまそう。うん、うん、おー、うまっ。しっかりマヨネーズとガーリックのパンチが効いててうまい。そしてやっぱね、からよしさんの唐揚げは衣がザクザクで美味しい。うん、いやー、ここね、千切りされたキャベツがちょっと乗ってるんですけど、ガリマヨがしっかり効いてるんで、もうこの唐揚げ食べてキャベツとね一緒に食べてちょうどいいぐらい。うん、ドレッシングいらないね。ちなみに今回紹介してるこのガリマヨ丼、税抜きで650円でした。でもしかしたらこの時点でもうお気づきの方もいるかもしれませんが、このガリマヨ丼むちゃくちゃカロリー高いです。逆に聞いてみよう。どれぐらいだと思いますか？じゃあ3択。1、1000キロカロリー。2、1200キロカロリー。3、1500キロカロリー。さあ、どうだどうだ。皆さんちょっと考えてみてください。1000キロカロリー、1200キロカロリー、1500キロカロリー。どうでしょう、どうでしょう。じゃあちょっと一口食べてる間にね、皆さん考えてみてくださいね。ああ。マジでうまい。うん。うん、はい、皆さん答えはまとまりましたでしょうか？それではこのガリマヨ丼のカロリー、正解は3番の1500キロカロリーでした。いや、1500キロオーバーはやばくないですか？ちなみに正確には1518キロカロリーらしいです。
いやいやいや、とんだカロリー爆弾が復活してしまいましたね。いや、そりゃそうだよね。だって唐揚げにマヨにニンニク、カロリー高くないわけないもん。でもね、皆さんわかってると思いますけど、カロリー高いものって美味しいんです。うまっ。弓チャンネル。いや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 、僕ニンニク中毒ですから、これぐらいじゃ満足できないわけですよ。というわけでね、フライドガーリック追加していっちゃおうかなと思います。サラ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 、まあ、茶色いものに茶色いのかけてるかちょっと分かりにくいですけどね。それじゃあしっかりフライドガーリックがくっついてるところを、もうニンニク感もザクザク感も増してめっちゃうまい。いや、もっと足してやろう。おら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 。あ、いいね。やっぱニンニクしか勝たん。あ、そうだ、一つ大事なことを言い忘れてました。今日食べてるこのガリマヨ丼なんですけど、もちろんからよしのメニューなんでからよしの店舗で食べれるんですけど、からよしってその同じスカイラークグループのガストでも同じメニューが食べれるんですよ。同じメニューというか、そのからよしのメニューがね、ガストの中にまあ組み込まれてると言ったらいいのかな。なんですけど、実はね、このガリマヨ丼はガストでは食べれません。なので、もしこの動画を見てこのガリマヨ丼食べようと思った方は、そこだけちょっとね、注意してください。期間限定商品だからだと思うんですけどね。多分そのガストだとその定番のメニューしか置いてないという感じなのかな、きっと。いやいやいや、そんなんだったらもうこのガリマヨ丼定番メニューにしちゃいましょうよと思うんですけど、いかがでしょうか。からよしさん、多分行ったことない方も結構いると思うんですよ。で、からよしといえば、まあ最初の方でも言いましたけど、唐揚げ専門店なんで、もちろん唐揚げが売りなんですけど、最近ね、なんかお蕎麦とかもね、メニューに登場してるんですよね。なので、唐揚げだけだとちょっと重いんだよなーという方は、こう、お蕎麦とのセットメニューみたいなのね、頼んでみるのもいいんじゃないかなと思いますけどね。僕はもう皆さん知っての通り、がっつり大好きだから、もう唐揚げ一択ですけど。まあ、とは言いながらね、からよしのそばってどんなもんなのかちょっと気になりますけどね。でもね、からよしはね、油淋鶏とかも美味しいんですよ。もうね、行ったことない方いったらぜひね、行ってみてください。あと定番中の定番、からよし定食にはごまにんにくだれがついてくるんで、にんにく好きな方には必見ですよ。はい、というわけでね、夢中になって食べてたら、あっという間に最後の一口になっちゃいました。いただきます。ごちそうさまでした。はい、というわけでね、今日は復活したからよしのガリマヨ丼食べてみたんですけど、もうね、期待を裏切らない美味しさでしたね。まあ、そもそもね、唐揚げが美味しいからよしさんですから、そこにガツンとガリマヨソースがかかったら、もうそりゃ美味しいに決まっとる。まあ、僕なんかはね、ニンニク好きなんで、こうフライドガーリック足したりしましたけど、もちろんね、マヨネーズを足すっていうのもありだと思います。ちなみに余談なんですが、からよしではお店で食べれば無料でキムチが食べ放題です。ぜひね、この動画を見てガリマヨ丼気になった方は食べてみてほしいし、まあ、ガリマヨ丼じゃなくてもね、からよしさん美味しいメニューいっぱいあるので、ぜひね、一度足を運んでみてはいかがでしょうか。まあ、意外とね、からよし単体の店舗って少なかったりするんで、まあ、僕的にはガリマヨ丼食べてほしいですけど、まあ、からよしのね、唐揚げ食べたいなっていう方は、まあ、ガストで食べるっていう手もあるんでね、ぜひ皆様、からよし、よろしくお願いします。なんか、からよしの案件みたいな感じになっちゃってるけど、からよしさん、案件お待ちしまーす。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あー、やっぱ唐揚げってうまいね。というわけで皆様、またお会いしましょう。またねー。